Hello there. ごきげんよう。
メイさん、ごきげんよう、エデン。少し疲れてるように見えるけど、順調に進んでるの？まあまあってところかしら。そう簡単じゃないってことは、もともと分かってたわ。はい、これを受け取って。え？その、大丈夫なの？ええ。それがメイさんの役に立つなら、私は嬉しいわ。ありがとう。あまり無理しないようにね。ケビン、あなたは、あなた自身に会ったことはある？僕が、ここに戻る必要はない。だとしたら変ね。私の目から見れば、あなたと彼は何の違いもない。でもあなたたちには数万年の差がある。時間があなたに何の跡も残さないなんてこと、不可能よ。ケビンはそういう人間だ。昔も今も変わらない。リッチ社の君も、思いがけないことがない限り、普通の人間よりも長生きする。君の見たもの、聞いたもの、それらが君に残した後はどんどん薄くなる。そして死ぬべき時に、君の時間はすでにある瞬間で止まっていたと気づくはずだ。あなたはやっぱり彼とは少し違う。今ので気づいたわ。うん。あなたは彼よりずっと多弁ね。私の知ってるケビンは、こうして私と話すことなんて滅多にないわ。まるで感情というものが、最初から存在しないかのように。いや、それは君がまだ彼のことをよく知らないからだ。ライデン・メイ。僕が言ったように、過去でも今でも、ケビンは変わらない。ふわ、一つ教えてほしいことがあります。何でしょう？融合戦士を作った技術は、火種計画の中には含まれていないみたいですが、どうしてですか？わかりません。でもこの技術は受け継ぐべきではないと思います。そういえば、まだ他の融合戦士には会っていませんよね。いいことです。なぜなら、ここにいる人たちのことを、英傑の高みを基準に融合戦士の全員を測るべきではありませんから。名前を残せなかった者たちの多くも、数えきれない犠牲の中から選ばれた強者なんです。しかし、彼らの作戦能力は、才能に恵まれた人類の兵士が厳しい訓練を受け到達できる域、という程度でしかありません。いえ、すみません。そういう人類の兵士はたった一人でした。軽率に結論を出すべきではなかったですね。普通の人間をスーパー兵士にするというだけでかなりの進歩に聞こえますが。それでも人々のヒーローに対する期待には及びません。結果だけ見れば融合戦士は成功とは言えず、崩壊の足並みを少し遅らせたに過ぎません。しかし、その代価は多くの人たちの命です。